どうも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 皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、なんだ、今回はなんとですね、ツイッターでいきなりですね、この今からメンテナンスが始まります、このメンテナンスが終わった後には何か面白いことが起こるかもよというですね、公式さんがツイッターで告知したんですよ。そこでもうツイッターでもうなんだなんだこれはなんだとかね、いろんなことがまあですねこう予想されたんですけれども、今回、ご覧ください。ドンスペシャルユニットイベント、期間限定でホグライダーとエアバルーンの訓練時間と訓練時間が半分、訓練時間と訓練時間が半分、まあそこはね、まあちょっとまあね、大人の対応ということで、訓練コストと訓練時間が半分になるというイベントが行われています。早速見てみると、ホグライダーはですね、なんと1分で訓練時間ができると、1分でできて、さらにコストも33エリクサーでレベルマックスのホグライダーができると、結構ホグラッシュとかね、結構いいんじゃないですかね。そしてさらにバルーンが4分でできる、いつも8分ですよね。そしてまあ、訓練コストが2250ということで、結構ね、そのやっぱタウンホール8の方、今ドラバル、ドラゴンラッシュとかがちょっとね弱くなってしまったので、この機会にですねホグライダーのレベルを上げたりして、ぜひともみんな使ってみてくださいってことですよね、要はね。そしてまあホグライダーとエアバルーンの、まあエアバルーンということで、まあ、エアバルーンなんでやったんですかね、このタイミングで。まあやっぱそのエアスイーパーで、多分ですね、やっぱ運営さんのね意図としてはね、やっぱりそのエアスイーパーが実装されたわけですよ。エアスイーパーっていうのはめっちゃこう押し戻すわけですよ。なので皆さん、エアバルーン使ってエアスイーパーの恐怖を体験してみてくださいということでしょうね。そして、恐怖を体験した暁にはホグラッシュでもうね、地上部隊の最強のね、強さというのを見てやってくださいというメッセージが込められているのではないかなと、私勝手に想像しております。ということですね、まあ、今回はまあね、最新情報ということでアップロードさせていただきましたけれども、まあ、こんなね、キヨキヨの本も本当につまんない、この変な見解、このね、ね、この見解、この本当変なつまんない見解を聞くために、皆さん 2、3分ですね、私のために無駄にしてくださいませ、ありがとうございます。ということですね、まあ、今回はホグラッシュとね、ホグラッシュじゃないわ、ホグとバルーンが安くなったということで、ぜひとも皆さんホグラッシュ、タンホール8の方は本当ホグラッシュめっちゃ強いので、ぜひともこの機会にやってみてください。バルーンが安くなったのはまあまあまあ、タンホール9以上の方でまあバルガゴシ安くなったかなとかいうぐらいでしょうね。はい、今回一番大きいと思ったのはホグライダーでした。ということで皆さん使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。すいませんね、こんな動画でね、まあ最新情報ということで出させていただきました。はい。